皆さんこんにちは。城と城下町の歴史旅番組城トリックです。案内役の旅好き、お酒好きの組姫と申します。城好き4人の仲間とそれぞれ旅した素敵なお城をご紹介していきますね。城にまつわる謎を紐解きながら説明していきます。ぜひお楽しみください。今回ご紹介のお城は名古屋城です。名古屋城は愛知県名古屋市にあるお城で、北から西にかけて八田川、現在の庄内川が走り、各曲輪を水堀で囲んだ巨大な総石垣の城です。城郭も巨大なのですが、その城下町も巨大で、なんと熱田神宮まで大手道が続いていました。名古屋城の見どころは豪華絢爛の本丸御殿、表書院の松の襖、海面所の漆と金細工の襖、上洛殿にある花鳥風月の彫刻と天守閣、矢倉門と水堀、熱田神宮までもつながっていた巨大な城下町、尾張名古屋は城で持つと歌われたその理由は何だったのか、それを紐解くと名古屋城の魅力がさらに増します。では今回の謎解きのキーワードはこちら。謎解きキーワード、その1、城内になぜ加藤清正像があるのか、その理由を探る。謎解きキーワード、その2、本丸御殿はなぜ使われなかったのか、その深い事情。謎解きキーワード、その3、尾張名古屋は城で持つに隠された事実とは、の3本です。城内になぜ加藤清正像があるのか、その理由を探る。本題に入る前に、まずは名古屋城を取り巻く歴史についてです。戦国時代初期、今川氏豊から織田信秀と城主が変わります。信秀は織田信長の父、熱田港や津島港に半島を広げ、3つあった織田家の中でも末席だった織田壇上の中家の発言力を大いに引き上げました。その後信長の居城となります。しかし信長が清洲城に移ったことから、尾張の国の政治文化の中心は清洲へ移動します。徳川家康が関ヶ原の戦いに勝ち江戸幕府を開くと、大阪城豊臣方の謀反に備え、名古屋城の跡地を活用し名古屋城を築城、熱田神宮まで伸びる大手道も整備し巨大城下町へ。その後徳川義直が入城し、ここに御三家尾張藩が誕生し、幕末まで続きます。義直は駿府で家康と暮らし、弟の頼信と共に非常に可愛がられたと言われています。それでは城内を巡りながら謎を解くヒントを探していきましょう。現在ちょうどこの辺り、赤枠付近から歩いてきたのですが、30分ぐらいかかりました。正面に見えるのが西北隅矢倉です。御府家丸にあい、北の備えにあたる矢倉です。曲輪までは巨大な水堀で遮られています。途中には巨大な空堀、日本一の藤の回廊もあります。現在西の丸正門付近です。ここから御府家丸に向かいます。赤枠の部分です。正門は西の丸の入り口を北に進むと見えてきます。名古屋城正門は明治43年に江戸城にあった蓮池御門が移築され、その外観を復元されたもので、当時は下級武士や一般の家臣が通ることを許されず、藩主と一部重臣のみが使用できる門でした。本丸西南隅櫓を見ながら下にまっすぐ進みます。名古屋城天守閣が見えますね。緑色の屋根と金のシャチホコが綺麗ですね。御府家丸に入り、ちょっとした日本庭園を抜けた先には国宝の西北隅櫓があります。1619年に作られたもので33階の建造物です。日本にある城の櫓では2番目の大きさを誇ります。現在
赤ズモン付近です。ここから本丸に向かいます。赤枠の部分です。門をくぐると御殿椿がお出迎えしてくれます。すぐ右手に天守閣があります。間近で見ると迫力ありますね。横の鉄製のタワーはエレベーターのようですね。本丸中央、本丸御殿に到着。内部は豪華絢爛の装飾品で彩られた部屋がいくつもあり必見です。当時の入り口はこんな感じです。迫力ありますね。本丸表にの門に出ました。ここから二の丸に向かいます。赤枠の部分です。門を出てすぐに東南隅櫓が見えます。それでは二の丸に向かいます。両脇の梢を抜けると右手に像が見えてきました。清正公の石引き像です。実は城内にはこの像を含め加藤清正ゆかりのポイントが3つあります。ぜひ探してみてください。蔵の城、城内巡りは分かったんだけど、加藤清正と名古屋城の謎が分からない。前置き説明が長くてすみません。実は初代城主徳川義直の仲がいい弟、徳川頼信の義理の父が加藤清正なんです。そのため家康や嫁いだ娘からもお願いされて本丸の設計と普請の陣頭指揮を清正自らが行ったとされます。さらにまだ他にあるの？実は加藤清正の出身地が名古屋駅がある中村区周辺。清正からすると名古屋城を築城することは出世した自分をお披露目するそんな機会でもあったと思うんです。本丸御殿はなぜ使われなかったのか、その深い事情。結論から言うと、もともとは城主の住まいとして利用される予定でしたが、1620年徳川家光上洛の際に御成専用宿泊施設となり改造されました。つまり本丸御殿は時の将軍様の特別行事用の別荘だったんです。歴代の城主でさえも本丸への立ち入りは殉難の時のみだったと言われています。御殿内には数多くの絵画、装飾品が貯蔵されており、中でも加納太夫ら加納派の絵師による障壁画や天井板絵は見事で、国の重要文化財として保存されています。そのすべてを見れるわけではありませんが、現在内覧できる玄関、表書院、対面所、上洛殿を見てみましょう。現在玄関、車寄せ付近です。玄関を入ると二頭の虎の屏風絵がお出迎えです。虎は力の象徴で城を守る聖獣とされます。待たされる方は威圧感を感じるでしょうね。次に表書院です。見取り図のこの辺です。表書院は藩主や来客、家臣との公式な謁見の場であり、江戸時代には広間と呼ばれました。客人の身分により三の間、二の間、一の間、上段の間に分かれていて、上段に近づくにつれて身分、位も高くなります。襖に描かれている松は長寿や永遠の象徴で、威圧的な玄関と違い落ち着いた雰囲気です。次に対面所です。見取り図のこの辺です。対面所は藩主と身内や家臣との私的な対面や宴席に用いられる場所です。こちらも客人の身分により4つの部屋に分かれていて、上段に近づくにつれて身分、位も高くなります。襖には各所の風景が描かれていますね。最後に上洛殿です。見取り図のこの辺です。上洛殿は城主徳川義直が三代将軍家光を競合するために増設した御所院で、襖絵や天井が飾り金具で埋められた豪華な建物でした。花鳥風月の彫刻や国金の極彩色で飾られた飾り金具は圧巻です。特に花鳥風月は廊下にもいるので要注目です。
名古屋城の本丸御殿、本当に綺麗だよね。でも、なんでまた、自分が使うように作ったものが、将軍様用になったの？よくぞ聞いてくださいました。名古屋城主の義直は、徳川家康の息子。対する将軍家光は、家康の孫、つまり、義直から見ると、家光は甥っ子にあたります。しかし、年齢はほぼ同じ。そこに、立派な御殿で政務を行うぞ、と、意気込んでいた矢先に、将軍家光の上洛話。当時、義直の相談役であった、平岩親吉に説得され、渋々家光に、御殿の主を譲った、と言われています。義直、なんだかかわいそうだね。そうなんですが、義直も、ただでは譲りません。上洛殿を作り、その住まいに、将軍としてあるべき姿をメッセージとして描かせたのです。義直の江戸を治めるお前には負けんぞという気持ちが伝わってきそうです。尾張名古屋は城で持つに隠された事実。姫、突然ですが伊勢音頭の一節、尾張名古屋は城で持つって言葉、聞いたことあります？あるよ。名古屋城最高ってことだよね。うん、あってなくもないのですが。え、別に意味があるの？実は、尾張名古屋は城主で保つの方が意味合いとしてはあってそうです。え、どういうこと？では、簡単に当時の情勢をお伝えしますね。当時、八代将軍吉宗の時代、幕府は緊縮財政と規制強化を推奨していました。お金をかけないケチケチ策です。大規模な祭りや盆踊りも中止になったとか。そんな閉塞感のある世の中で、名古屋城城主宗春公が庶民の暮らしを保つためにと積極財政と規制緩和を打ち出します。能楽堂での朝鮮外交、城下に芝居小屋や遊郭等の遊興施設の建設を認めたり、盆踊りを中止しなかったり、当時の宗春を題材にした歌舞伎が上演されるなど絶大な人気を誇ります。このため、先に紹介した伊勢音頭の作者が、尾張名古屋は宮で持つ、宮つまり熱田神宮で持つを尾張名古屋は城で持つに変更し、城つまり城主の徳川宗春を称えたのです。しかし、名古屋だけなぜこんな経済繁栄できたのでしょうか。そのヒントを探るため、宮つまり熱田神宮を探索しましょう。現在の場所は正門前です。ここから信長が必勝祈願したとされる信長塀を通って元宮へ向かいたいと思います。正門に到着です。正門の左横には別宮八軒宮があります。進むとこんな感じ。今回はまっすぐ北に進みます。まっすぐ進み、信長塀に到着です。桶狭間の合戦の時、信長が戦勝祈願したと言われています。築地塀で瓦を層のように粘土で固めています。身が引き締まりますね。正面奥、元宮に到着です。熱田神宮は霊剣草薙の剣を祭り、社殿は伊勢神宮とほぼ同じの神明造りです。何人も寄せ付けない力を感じますね。実は江戸時代、名古屋城の城下は熱田神宮やその港にまで伸びていました。小倉が55万石の尾張藩は濃尾平野の肥沃な土地に恵まれているとともに、東海道一の宿場町として栄え、熱田神宮門前での商い、盛んなの水揚げ、海外との交易地となります。さらには伊勢の国を結ぶ水運と、名古屋城下町は実高100万石を超える日本有数の商業地だったのです。武士としての礼節を重んじながら独自の文化圏を形成して、江戸に物言う姿勢の礎はこうした経済にあったのです。
江戸中心の政治に反発してきた義直、宗春。その背景には尾張を支えてきた商売力がありました。明治維新後にも残った城は第二次世界大戦で廃となります。日本有数の経済発展を遂げてきたこの地には何度でも立て直してみせるという底力を感じます。そう、再建は無理と言われた本丸御殿がそうであるように。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回ご紹介した名古屋城はいかがでしたか？もしよろしければチャンネル登録をお願いいたします。画面の白トリップの丸いアイコンを押していただくとチャンネル登録の画面に飛びますので、どうぞよろしくお願いいたします。皆さんの城旅が楽しい発見にあふれますように。ではまた別のお城でお会いしましょう。さよなら。